サンクリストバルデラスカサスは、メキシコ合衆国チアパス州の都市である。メキシコ中央平原の標高2100メートルに位置する。市の名称は、コンキスタドールの残虐な侵略行為にことを唱えた、スペイン人のカトリック教会司祭バルトロメデラスカサスにちなむ。自治体の人口はトゥストラ、グティエレス、タッパチュラに続き、チアパス州では3番目に多い。2003年、 メキシコ政府観光局により、同州で初めてプエブロ・マヒコに選ばれた。この地域には、数千年前から、マヤ族のトチル族とツェルタルの人々が暮らしてきたが、1528年、スペインからのコンキスタドールの侵略を受ける。ディエゴ・デ・マザリエゴスに率いられた軍隊は道中で素刑、いや、チアパネックの人々を殺戮し、現在の島地がある地域を占領。 ビジャレアルデチアパデロス・エスパノーレスと名付け、チアパスの中心都市とした。1535年3月1日、スペイン国王の命によりサン・クリスバルデロス・ジャノスと、改名。1536年7月7日、シウダレアルデチアパと改名、死になる。1829年7月27日、シウダデサン・クリストバルと改名。 1848年5月31日、ついに現在の名称であるサンクリストバルデ・ラスカサスになる。1934年2月13日、シウダ・ラスカサスに変わるが、1943年11月4日、ラファエル・パスカシオ・ガンボア博士によって、現在の名称に差し戻しになった。 何度も町の名称が変更されているが、現地の人々は伝統的にホベルと呼び続けている。また、数十年前まではウエイサカトランという名称も使われていた。1994年1月、サパティスタ民族解放軍がサンクリストバルを含むチアパス州の4つの都市において武装放棄した。住人の多くはサパティスタに反対する立場であったが、 貧困層は彼らに強調した。やがてサパティスタの活動が対話路線に変換するに従って支持を増し、2006年には彼らの指導者がメキシコ全土を回るという政治キャンペーンがサンクリストバルからスタートした。今では街中にサパティスタ関連のポスター、人形、T シャツなどが見られ観光資源の一つとなっている。1970年代に サンクリストバル渓谷にできたトンネルの恩恵により、慢性化していた水不足が解消され、人口増加が進んでいる。1994年に武力衝突と政府による農村住民の強制立ちの木があったが、現在は収束して、再び人口が増えている。周囲にマヤ族の伝統的な集落が多く残り、世界遺産のパレン系も半日でアクセスできる位置にある。 サンクリストバル渓谷やモスビキル遺跡なども世界中からの観光客を集める要素となっている。市周辺の採石上カトリック信者が多いが、プロテスタント教会もたくさんある。最近はマヤ族にもイスラム教徒が増え、周辺の村にモスクを築いている。市の内外にはいくつかの湿地帯があり、この地域固有のポポヨテという魚が生息するが、 河川の汚染が著しいことが問題となっている。周辺の山々は採石がひどく進んでおり、計画性のない開発と森林への入植により、市内への洪水が懸念されている。ありがとうございます。